バカは救いようがねえな。そう思わねえか、おい。俺が許しても仕方ねえだろ。だからお前はバカだって言うんだよ。俺たちに地獄に行く価値があると思ってるのか？こんな奴らに裁く手間をかけるほど神も天使も暇人じゃねえんだよ。ったく、最近の若い奴は場所も考えられねえのか？ほんと、嫌になるよな。ロウカ。こんな表通り近くで襲ってくるなんて、田舎のチンピラよりもダサいっての。暗黙のルールすら守れなくなるほど焦ってるんだろうよ。ほんと最悪。お貴族様が通る表で騒ぎを起こしたら、ますますカモが逃げていくじゃん。俺はカモより女が逃げるのが怖い。ああ、そういえば屋敷に連れてきてたんだろ。休暇中だっていうのに、おっさんにまで手伝わせちゃって悪いね。まったくだ。おっさん呼ばわりするなら屋敷で休ませてくれ。今日は俺好みのホーマン美女が屋敷で待ってるんだよ。胸なんかこんなでっかくてよ。そのホルスタインでしたら、お帰りいただきましたけどね。んだとせら、俺の楽しみを何だと思ってやがる。てか、全国の巨乳に土下座して謝れ。無駄な贅肉は嫌いです。そんなことよりボスが呼んでましたよ。また裏切り者か。潰すの大好きでしょ。冗談抜かすな、うんざりだよ。まあ仕方ありませんよ。数百年続いてきた事業の一つを終わらせたのですから、反発が起こるのはむしろ自然な流れと言えます。しかし富裕層の多くが郊外に流れたのはいささか痛かったですね。それでも俺らとつながってる貴族は残ってるじゃねえか。俺としては胸クソ悪い連中がいなくなってせいせいしてるぜ。なあ、帰りにケーキ屋寄って行ってもいいか？残念ながらあなたにはまだ仕事があります。俺これ以上残業するのやだな。さ、行きますよ。詳しくは直接お話しされるそうですから、しのごの言わずにさっさと来てください。お前も知らねえのか？予測はつきます。おそらくはついにあの協定が結ばれる運びになったのでしょう。へえ、あっちにもまだ脳みそがあったんだ。てっきりドラッグ漬けで溶けてなくなってるもんだと思ってたのに。俺から話すと言ったのを忘れたのか、セラミス。すみません。まさかこんな時のこんな場所にいらっしゃるとは思わず。おいおい、ギルフォード。お前まで来ちまっていいのかよ。お前たちが遅いからだ。それに。残党処理にはちょうどいい。セラ！てめえギルのところにだけ障壁張りやがって。障壁の防御力と持続時間は効果範囲に反比例します。つまり無駄にでかいあなたまでかばっている余裕はありません。お前にかかったらこの世のほとんどが無駄になるな。あの裏切り者の部下が弔い合戦しようだなんて意外と根性あるじゃねえか。
んなのどうでもいいから早く帰りたい。10分で終わらそうぜ。正気ですか？この状況なら俺なら1分で終わらせる。どうしたの？君が探しに来ないからみんな心配してるよ。お？
う掃除終わった？またあの意地悪おばさんの言いつけだろ。後で何か言ってきたら僕が言い返してあげるから、早く部屋に戻ろ。こんな風の強い日なんだから、一枚もなくした後で落ちてきたんですって言えば大丈夫だって。あ、今頼もしいわって思った？さあ帰ろ帰ろ。早く早く。違うよ。まあ入ればわかるって。君へ何かお返しできないかなって考えたんだよ。さあやっと主役が来たんだし、ケーキを食べようか。実は今日のためにみんなでコツコツ貯めてきたんだ。ユーリの薬も買えたよ。それにあんまり多く薬を買ったら、院の大人たちに怪しまれてお金を取られちゃうだろ。泣かないでよ。僕たちがいじめてるみたいじゃん。そんなに泣いてたら、せっかくのケーキが塩味になっちゃうよ。じゃあ笑って。君の笑顔があればみんなも幸せになれる。みたいだね。ついに君も17になっちゃったんだね。院長先生はなんて？
君の希望は？いい加減諦めなよ。君のお兄さんが出て行ってからもう10年だよ。その間ずっと手紙一枚もよこさないなんてひどいじゃないか。嫌な言い方だけど、金持ちになって僕たちは過去すべてを捨てちゃったんだ。僕は君のためを思って。そうやって君はずっとお兄さんが一番なんだよね。僕だってもう君を守れる年なんだよ。お兄さんなんかいなくたって僕が君を。だから先生、thank you。
待て。こいつを売るのは中止だ。俺の命令が聞けないのか。おい、聞いているのか。静まれ。静まれ。聞け、俺はお前を売りもしないし、傷つけもしない。分かったか。ついてこい。乗らないのなら置いていく。ギルフォード、親しい者はギルと呼ぶ。ちなみに今から行くのは旧オートだ。お前の名は。いちいち警戒するな、疲れる。喋れるのなら喋れ。お前に歌使いの力があるかどうかなんて興味ない。先に言っておくが、血の趣味でもない。どうやら反論する口はあるようだな。どうした。他の質問には後で答える。
なんだ。これを俺に。硬い食べ物だ。なんだ。そうなのか。理解した。だ。あって困るものではないだろう。受け取れ。お前は変わったやつだな。着いたぞ。行くぞ。今から要点だけを言う。お前は俺に買われ、商品としての身分から解放された。そしてお前は組織の一員となった。拒否権はない。以上だ。あとは好きにしろ。では着替えた後でリビングに来い。なんだ。別に。お前が何をしていようが構わない。勝手にすればいい。ただお前はすでにこの家のものだ。組織を抜けることや裏切りだけは死を意味すると思え。詳しい話は後でする。終わりましたか。
入りますよ。なるほど。あの人の物好きにも困ったものです。こんなお荷物でしかない人形を買ってくるなんてね。こういう娼婦が好きならわざわざ買わなくても私が手配したものを。怒った顔ですね。自分は娼婦ではないと。そう思われたくなかったらそれ以外にも価値があるのだと証明してください。まあないでしょうけど。ああ、着替えが終わったのでしたら食堂に来てくださいね。ボスから皆に話があるそうですから。では失礼。しかも超いい匂いする。めちゃくちゃいい。これいい。静まれ、ロー。なあなあ、ギル、この人形俺も欲しい。人形として買ったわけじゃない。そいつは今日からお前の弟分だ。え？一位になるのか。弟分が欲しいと言っていただろう。教育や案内は全てお前に任せる。嘘、マジで。やったー。いちいち抱きつくな。だって俺の弟分なんだろ。これは可愛がってるんだって。そいつが困ってる。そうかな、嬉しいよな。なあ、俺ロー、お前の名前は。よろしくな。今日から俺がお前の兄貴分だからしっかりついてこいよ。なあなあ、お前の武器って何。俺は魔獣使えないからナイフなんだけど、
こっちだったらいくらでも教えてやれるよ。ああ、食い物は何が好き？俺さ、肉がすっげーうまい店知ってるから、今度連れて行ってやる。でもその前に服屋だな。ここ寒いからコートとか手袋とかたくさん買って。ああ、最近お前に似合う新作が出たんだぜ。あ、なあ、お前はモコモコとふわふわどっちがいい？とりあえず落ち着け。あと、こいつは戦闘要員じゃない。弟分だからといって、そっちには連れ出すな。え？戦闘要員じゃないってことは何するの？それについては。お、このむっさい男所帯に随分と可愛い花がいるな。ウィズル、やっと起きたのか。仕方ねえだろ。お前が夜明けまで話してくれなかったんだからよ。気持ち悪い言い方をするな。あのくらいの飲み比べで二日酔いとは。そろそろ杖が必要なんじゃないのか。ジジイ扱いすんなっつーの。お前と四つしか違わねえだろ。四つの差は大きい。ああ、んなこと言ってっとな。てめえが31になった時に後悔すんだぜ。俺は31になっても今のままだ。甘いな。30過ぎるといろんなところが変わってくんのよ。例えばあれの持続率とかな。初対面の女の前でする話じゃない。だからお前はすぐに振られるんだ。ああ、そういやまずいか。で、一言余計なんだよ。お前さんはどうしてこのジョーちゃんを拾ってきたんだ？ローの弟分にするってことは女として扱わねえって意味だろ？まあな。俺はお前を女としては守らない。自分の身は自分で守れるようになる。それが組織の一員になるための必須条件だ。ああ、そういえばお前にはまだ説明していなかったか。マジかよ。お前順序が間違ってるにも程があるだろう。どの道他に選択肢はないんだ。同じだろ。女として扱わねえっつっても女の子だろ。心の準備ってもんがあるじゃねえか。そのくらいで逃げ出すようじゃどこに行っても同じだ。たく、なんでお前みてえな無神経が俺よりモテるのか。本当に不思議だぜ。そんなに女が欲しいなら分けてやる。嬉しかねえよ。ああ、もうボスもおっさんもダメじゃん。早く説明してあげないと俺の弟分が混乱するだろ。おっさん言うな。じゃあ俺が説明する。俺たちはなんていうの、非合法の薬とか体の一部を売ってたりとか、他にもいろいろ商売してる会社みたいな。あ、まあ一言で言っちゃうとローチって呼ばれるような闇組織ってとこかな。お前も闇市でボスに買われたんだろ。あれも俺らリクス家のマーケットなんだぜ。ああ、たまに奴隷売ったりとかもあるか。ま、結構危ない時もあるけど楽しい仕事だよ。お前もすぐに慣れるって。おいおい、一気に説明しすぎだろ。ジョーちゃんが固まっちまったじゃねえか。俺の説明が下手だった？
じゃあバラした臓器をどうやって運ぶかとか。待て待て、嬢ちゃんの顔が真っ青だ。ん？大丈夫か？どこか具合悪いとか？とりあえずそんな感じだ。お前説明すんのが面倒だったから黙ってただけだろ。疲れる。帰れば適任がいると分かっていた。うわ最低だなお前。くだらない。どうせすぐに捨てることになる人形と慣れ合うなんて気が知れませんよ。遅かったなセラ。あなたみたいに暇人ではないので。ただでさえ近頃は物騒で財政管理も油断できないというのに、こんな無駄なものを置かなければいけないみたいですしね。無駄なのはお前の口だろ。こいつは俺の弟分なんだからひどいこと言うな。役立たずを置いておく余裕が今のディクス家にあると思います？役立たずじゃない。ではどう役に立つのか説明してくれますか？この容姿ですから歌使いの力があれば高値で売れもしたでしょうが。じゃあ役に立てばいいんだよな。冗談は顔だけにしてください。んな傑作な顔してる覚えはねえよ。ほらこの間大陽介のスパイだって分かったコックをこの、いや、クビにしただろ。そいつの代わりに飯を作ってもらうってのはどうだ？ああ、この間の襲撃でメイドとかコックとか結構死んじゃったもんな。なら、ただの使用人にすればいいでしょう。何も組織の一員に加えることは。使用人はいつでも組織を離れられる。つまりどうあっても手放したくないと。なぜそこまでこの子に執着するのですか？こいつをどうするかは俺が決める。この件に関してお前の意見は必要ない。私はあなたに組織をより良くするために力を貸してほしいと言われ命を預けました。よって私は監査役の立場から反対の意を示します。ボスの命令が聞けないのか？私は組織のためを思って進言しているのです。それはあなたのためでもあるのですよ。ならば聞こう。俺はお前に心配されるほど弱い男か？そういうわけだ。お前には明日からこの屋敷で働いてほしい。答えは。さっきも言ったが、逃げる以外は好きにしろ。お前は俺に買われたが奴隷じゃない。そう考えてくれてもいい。心が決まったようだな。はあ、仕方ありませんね。ならば明日からはせいぜい組織のために身を粉にして働いてください。ああ、小銃と見て。なんとでも。だいたい使用人ならば相応の。そんなんだから使用人の間で陰剣クソメガネって言われるんだよ。発信源はあなただと聞きましたが。あ、ナナ、今から旧王都を案内してやるよ。もう遅い。明日行けばいいだろう。そうです。彼女には今後の心構えというものをしっ
かりと教えなければいけない。ロウ、連れて行け。ありがとうボス、愛してる。わかったわかった、じゃあ行こうぜ。で、あっちが焼き鳥がうまい店で、突き当たりに見えてる白いのがお前に似合いそうな服がいっぱい置いてある店なんだ。ローでいいよ。あ、で、俺の手が温かいとなんかあるの？弟分って抱きついちゃダメなんだよな。あ、俺って可愛いもんが大好きでさ、だからお前見てるとどうしてもギューってして飾りたくなるんだよな。なあ、たまにはギューってしてもいいか？ダメ？どっち？答えないってことはいいってことだよな。やったお前っていい匂いするよな。うまそう。ああ、わりわり、案内の途中だったよな。ちょうどいいや、あの道の向こう側について説明しとくから、ちゃんと覚えておけよ。この道の反対側、つまり町の西半分は、俺たちディクス家と敵対しているローチ、ダイオス家の縄張りなんだ。だからお前も町のあっち側には行っちゃダメだぞ。ダイオス家とディクス家は昔から仲が悪かったんだ。つってもほとんどがあっちの勝手な因縁だったんだけどな。でも最近では一時的に魔力を飛躍的に高められる役、まあこれも違法なんだけど、とりあえずそのリリンって薬の占有率で争ってたから、さらに悪化してさ。リリンを飲むと魔法使いじゃなくても魔法が使えるようになるんだぜ。まあその分副作用もでっかくて、飲み続けると本人はもちろん生まれてくるガキにまで乖離が遺伝するんだ。そういう乖離に侵された親から生まれたガキは異常に身体能力が発達したりしてるけど、大概はどこかが歪んでる。そう、それそれ。ほんと、リリンに溺れるような大人なんてみんな死んじゃえばいいのにな。まあとにかくダイオスには気をつけるよな。お前は可愛いから捕まったらはははは、冗談、お前は俺が守るから大丈夫。他のやつでも何かされたらすぐに言えよ。あの陰険メガネだって殴ってやるからさ。お前の笑った顔って本当。ああ、いや、そろそろ帰ろうか。残りは明日案内してやるよ。
れだ。ごめんごめん。なあ、遊びに行こうぜ。兄貴分の言うことは絶対なんだからな。大丈夫だって、他のやつに仕事を回すようにもう頼んじゃったからさ。さあ行こう行こう。出かけるのか。あ、ギル！この間は十分な案内ができなかったから、今日は下町の方まで行こうと思ってさ。そうか。ではこれを持っていけ。これがお前の身を守るだろう。え？あ、でもこれって深い意味はない。ただ勘違いをしてくれた方がより安全ではあるだろうがな。女としては守らないって言ってたのに。俺は守らない。これをどう使い、どう自己防衛するかはこいつの自由だ。仲間には優しいけど、女に優しくするなんて今まで一度もなかったんだ。いつも興味ないって感じでさ。でもお前にはなんか違うんだよな。あの最初の時だって守らないとか言ってたけど、本当はお前のことは自分で守りたいんじゃないのかな。まあもう兄貴分の座は譲らないけど、だから誰かにいじめられたら真っ先に俺に言うんだぞ。ぐしゃぐしゃにしてやっから。お、俺こう見えても結構強いんだぜ。この間なんかさ、おはようおやっさん。
うん、羨ましいだろう。それでも犯罪だって。言えてる。やべ、行こう行こう。ありがとう。マジで？後で寄るから取っておいて。おはよう。それだけが取り柄だからね。残念、今日はこいつとずっと一緒なんだ。何か面白いもんでも見たのかなって。あれ？え？あ、そんなに変な顔してたかな。まあ、お前が楽しいなら何でもいいや。こっちの方は可愛い店とかあんまりないから案内してなかったけど、安くて美味しい店とかは結構あるんだぜ。もしかしてお前はこっちの方が好き？実は俺もなんだ。気取った店よりも下町の匂いがするところの方が好き。こんないいところを潰そうとしてた王様の気持ちが俺には全然わからない。王がいた時代は景観が良くないって言うんで廃墟を迫られてたんだよ。でも王が追放された今はその区画整理の話も止まってる。の坊やか。今日もサボっているのかい？失礼だな。それじゃあいつも俺がサボってるみたいに思われるじゃんか。すまないね。ずいぶんと可愛い彼女を連れているものだからついいじめたくなったんだよ。それでいつになったら後ろのお嬢ちゃんを紹介してくれるのかな？ああ、そうそう、この子が俺の弟分になったやつだよ。ああ、あのお人形さんみたいに可愛いと言っていた子だね。はじめまして、お嬢ちゃん。私はアル、ただのジジイだよ。こんなに若くて可愛いのに、その上働き者なんだぜ。そうかそうか。けれど無理は禁物だよ。
何か私に助けられることがあったら遠慮なく言っておくれ。なあ、俺が言ってた通りだろ。ああ、ローの言っていた通り、とても綺麗な子だね。髪と瞳の色なんて夜空を切り取ったみたいだ。確かに珍しいが、それはお嬢ちゃんの誇りだよ。特別なのは悪いことじゃない。お嬢ちゃんの色を大切にしなさい。それは天がお嬢ちゃんに与えた幸せの色だよ。よかった。そうしていつも顔を上げていなさい。下には何もないのだから。前を向くだけでいろんなものが見えるだろう。ああ、ダメダメ。こいつは俺の弟分なんだから、口説くの禁止。なんだ、バレてしまったか。お前も油断しちゃダメだぞ。こう見えてアルチーは若い頃すっごかったんだからな。私が若かったら牢の坊やから嬢ちゃんを奪えたかもしれないね。こいつが欲しかったらまずは俺を倒してからじゃないか。なんだよそれ。本当に俺は強いんだからな。絶対信じてないだろ。いいよ、今度俺の仕事の時に。これこれ、それ以上言うとお嬢ちゃんが逃げてしまうぞ。ほれ、ちょうど芋も焼けた頃だ。やった、俺この一番でかいやつね。まったく、相変わらず食い地の張った坊やだな。だって遠慮しなくていいやつには遠慮するなって教えてくれたのアルジーじゃん。そうだったかな。そうだよ、あの初めて会った時にさ。懐かしいな。あの時のお前さんは今よりももっとやんちゃだった。あれは今から3年前だったか。私がちょうど家に帰ってきたら玄関先にボロ雑巾みたいなもんが落ちててね。ひってえな。んなひどくなかったよ。いやいや、あれは相当ひどかったぞ。全身傷だらけで一瞬死体かと思ったほどだ。そんな風に言ったらこいつが驚くだろ。大丈夫だよお嬢ちゃん、昔の話だ。まあでも実際危なかったよな。あの時は偶然アルジーの家の前で倒れたから助かったけど、それ以外のところだったらと思うと今でも寒気がする。だからアルジーにはすごく感謝してるよ。そうだね、あの時は。これは大変だ。君、とりあえず家の中に入りなさい。触んな。俺に関わったらじいさんまで巻き添え食うぞ。いいから。何する。Thank you.
言ったようだな。しかし坊やがあのディクスの牙とは。ガキ扱いすんな。っていうか、なんで俺を助けたんだよ。下手したらじいさんだって危ない目に遭ってたかもしれねえんだぞ。さあ、なんでかな。はあ？なんとなくそんな気分だったんだよ。深く考えてはいなかった。じいさんってバカだろ。そうかもしれない。でも深く考えるよりも心で動いた方が後で後悔しないからね。変なじいさん。じゃあ俺はもう行くから。一応礼は言っておくよ。待ちなさい。なんだよ。そんな傷だらけで見つかったら逃げられる保証はないだろう。無関係のやつに心配される筋合いはねえよ。坊やは優しい子だね。な、何言って。遠慮をしなくていい相手にはしなくてもいいんだよ。私が君を助けたいと思っているのだから。これは私の都合で勝手だ。本当、変なやつ。当時を思うと牢の坊やも随分と丸くなったものだ。あの頃はまだ仕事に慣れなくて毎日イライラしてたからな。でも主さんに会って余裕なくなってる自分に気がついたっていうか。次のが焼けたみたいだな。じゃあ俺そっちのね。ローは本当によく食べるね。お前もいるよな。こいつもいるってさ。そうかそうか、お嬢ちゃんは細いからもっと食べていいんだよ。はい、どうぞ。よかったな。これからいっぱい歩くからここで力を蓄えておこうぜ。そうだそうだ、今度牢の坊やが来たらあげようと思ってた果物があるんだよ。今取ってくるから。あ、あ、主？大丈夫、ちょっと立ちくらみがしただけ。主！おい、主！ロザリア、主が病気って本当かよ？ええ、あなたには心配かけたくないから黙ってろと言われていたの。なんで俺に言ってくれなかったんだよ。言ってくれてたら薬でも何でも持ってきてやったのに。今の段階では治せる薬はないらしいの。せいぜい症状の進行を遅らせるくらいのものしか。そんな、くそ、それにしたってもっと早く知っていれば。お父さんはそういうあなたの優しさを知っているから逆に言えなかったんだと思うわ。どうせ治らないのなら最後まで笑ってそばにいたかったのよ。あなたのこと年の離れた親友だっていつも自慢してたもの。あ、主！ローか。みっともないところを見せてしまったね。バカ！なんで言ってくれなかったんだよ！そんな簡単にはくたばらないよ。私の粘り強さは
ローも知っているだろう。ロザリアから聞いた。ごめん、俺何も知らなかったから。知らなかったことを謝る必要はないだろう。何より私がローと最後まで楽しく過ごしたかったんだ。主。隣のおばさんだわ。ちょっと行ってくるから少しの間父さんを見ていてもらえるかしら。ああ。すまなかったね。お嬢ちゃんにも心配をかけてしまった。ロウ、お願いがあるんだ。なんだ。さっきはロザリアの手前ああ言ったが、私は多分もう長くない。何言ってんだよ。粘り強さでは誰にも負けないんだろ。これは君を親友と見込んでのお願いだ。ロウ、私の代わりに妻の形見を見つけてきてはくれないだろうか。形見？昔、今よりももっとどうしようもならないくらいに貧しい時があってね。その時に生き抜くためには手段を選んではいられなくて、妻の形見の首飾りを質に入れてしまったんだ。ロザリアは仕方ないわよと言って笑っていたけれど、後でこっそり泣いていたのを見てしまってね。だから私はあの子に約束したんだ。いつかあれを取り戻してお前に継いでもらうよと。けれど、ようやっと取り戻す金ができた頃になって質屋に行ったら、首飾りは売れてしまった後だったんだ。手がかりはあるのか？それが質屋の主人に聞いても覚えてないの一点張りで、無茶な願いだと分かってる。でもどうしてもあの約束だけは守りたいんだよ。分かった。俺が必ず見つけてみせるから、主はもう休めよ。疲れただろ。ありがとうロウ。そうだね、少し休もうかな。大丈夫だ。眠っただけだよ。今日の予定変更してもいいかな。ありがとう。じゃあ手始めに首飾りの特徴をロザリアに聞こうぜ。主はこのまま寝かせてやりたいから。主があんなに思ってるのに死んでほしいってなんだよ。それは
お前が今まで生きてこれたのはアルジーのおかげだろう。そんな恩知らずだ。どうしたんだいロー。ごめん、うるさかったよな。いや、ちょっと水を飲みたくなったんだよ。ああ、ロザリア、悪いがタムじいさんのところに行って卵をもらってきてくれないかい。今朝産み立てをくれると言っていたからね。ええ。本当は聞いてたんだろう。おや、何をだい。なんで怒らないんだよ。俺は知ってるんだ。アルはいつだってロザリアのために一生懸命だったじゃないか。それなのに。それが私の望みだからいいんだよ。あの子の幸せのために生きるのが私の使命で、生きがいだった、支えだった。だからあの子が私をどう思っていようと、あの子が五体満足で大きくなってくれただけで、私はとてもとても幸せなんだよ。そんなのおかしい。恩をあだで返すようなもんだろ。リクスケでは一度受けた恩は必ず返せと教えられているらしいからね。笑い事じゃ。お嬢ちゃんはそう責めるなと言っているんだよ。まだあの願いは聞いてもらえるのかな。ダチの頼みだからな。よかった。さて、私はもう一眠りさせてもらおうか。ああ、これが首飾りの特徴だよ。いまいち気乗りしねえけど、アルジーのためだ。一肌脱ぐか。行こうぜ。首飾りの特徴は5色の真珠に金の鎖、5色の真珠か。珍しいな。これだったら見つけやすいかも。ここに書いてある話だと、アルジーは首飾りをそこの質屋に預けたらしいぜ。まずは一度行ってみっか。だからこういう風に5色の真珠が連なってるやつだって。そうそうある品じゃないんだから覚えてるだろ。どんなやつが買っていたのかだけでも教えろよ。ああ、名簿、購入者名簿があるだろ。それ見せてくれよ。なあ、すげー似合うぞ。いや、お前じゃないから。自分の匂い嗅ぐなって。こいつだよ、この大嘘つき野郎のこと。なあ、俺6年前なんて言った？俺さ、このおっちゃんと話があるんだ。
だからちょっとだけ店の前で待っててくれないかな。危ないから動いちゃダメだぞ。お前さ、リクスの牙に嘘つくなんていい度胸してんじゃん。俺の歩みの邪魔だ。かどわかすならよそでやれ。ギルフォード・ディクス、この名を聞いても俺とやり合う気があるのなら好きにしろ。その呼び名は好かないが、まあ外れてはいないだろう。別に連れじゃない。そいつはただの組織の一員だ。自分の身は自分で守れと言ったはずだ。お前を助けたわけじゃない。銃声が聞こえたけど無事か？この匂い、さっきまでここにギルがいた。そっか、ギルが守ったのか。守ったわけじゃない。何言ってんだよ、どう見たって守ってるだろ。でもギルが銃を使ったのに、なんで血が少しも流れてないんだ。ギルってさ、
すっげー強い魔獣使いなんだ。魔力なんて底なしに近くて魔王って呼ばれてるくらいなんだぜ。それに普通は一発撃ったら次を撃つには多少の充填時間が必要だろ。でもギルはほぼ時間差なく撃てるんだ。しかも2丁の拳銃を使ってだぜ。あー、俺も見たかったな。ギルが銃を使う姿って最高にかっこいいよな。俺は魔力ないからああいうのにすっげー憧れるんだ。あー、だからさ、おかしいじゃん。そのギルが撃ったのに相手が無傷なんておかしいって話。あのギルが手加減した、ってあるわけないっしょ。絶対おかしい。だってあれだけ問い詰めたのに口を割らないんだぜ。いや、あれは何かを知ってて隠してる匂いだった。俺は鼻が利くからさ、そういう汚い嘘ってすぐにわかるんだよ。幹部の俺が問い詰めてもダメって、同じ幹部かそれ以上から圧力がかかってくるのか。いや、でもたかが首飾り一つにそんなわけ。よし、あれ食おうぜ。腹が減ってはなんとやらって言うだろ。だからまずは腹ごしらえをしてから考えよう。ほら、早く早く。やっぱ寒い日はマフマフを食うに限るよな。このマフマフはな、旧オート名物の揚げ菓子で、市外から買いに来るやつもいるほどの人気なんだぜ。今日は昼過ぎなのに買えてラッキーだったな。普段は昼前には売り切れてるんだ。ああ、食べてみろよ、すっげーうまいから。絶対にお前も気に入るって。で、さっきの話の続きなんだけどさ、もしかして幹部の誰かが持ってるんじゃないのかなって聞いてる？あの質屋ってさ、俺らの影響下にある店なんだ。つっても東半分はほとんどそんなもんだけど。で、その店の主が陸助幹部である俺に隠し事をする理由を2つ考えてみたんだ。可能性その1、実は店主が首飾りをかっぱらってて不正がバレるのが怖いから言えない、もしくは不手際で紛失、同じくお仕置きを恐れてる。でもこれってちょっと考えにくいんだよな。あの店主は不正がバレた後でどれだけひどい目に遭うのか知ってる。たとえ小さなもんであっても俺が気づかなかったり見逃したりするとも思ってない。なあ、それは前の店主を俺が。
まあともかく可能性としては低いってこと。二つ目はさっきも言ったけど、俺以外の幹部の誰かが首飾りを持ち去って店主に口止めしてる。こう考えると RG がすぐに取り戻しに行ったのにもかかわらず返してもらえなかったわけにも説明がつくんだよな。この旧王との質屋はさ、預けた時にもらった金額と同額を持って期限内に買い戻しに行けば、たとえ買い手が見つかってても取り戻せるんだ。でもその期限が過ぎる前に首飾りは質屋から消え、しかも行方はわからない。おかしいだろ。この時点で俺らが課すルールを破ってるんだ。しかも首飾り一つを守るために。じゃあ組織に背いてわざわざ店主がそんな危険を犯す理由は何か。答えはない。組織に背いて得る利益なんてリスクの方が大きい。つまり隠したのは組織の命令なんだ。追加条件として口止めしたのは俺より上の幹部じゃなきゃ、あの親父はとっくに口を割ってるだろうからさ。ある。だいたいこんな感じで。ちなみに幹部の中での俺のランクは5番目。ディクスには俺を合わせて5人の幹部がいて、それらを副ボスと監査役がまとめてるんだ。でその副ボスっていうのがウィズレイ、それと同等の権力を持ってるのが監査役のセラ。まああの二人が首飾りに執着するなんてのは考えられないから、可能性があるのは他の4人の幹部だな。これは推測だけど、まず RG が首飾りを質屋に預けた直後、幹部のうちの誰かが首飾りを気に入って買ったんだ。でその後取り戻しに来られるのを警戒して店主に口止めをしたで、俺は勝手に考えたんだけど、お前はどう思う？けどあいつらが宝石集めに凝ってるなんて話一度も聞いたことないんだよな。俺のマフマフがない！どこに行ったんだ？鳥？嘘だろ？俺のマフマフ！半分くれるのか？お前って、お前って可愛いだけじゃなくていいやつだな！やっぱり俺、お前が欲しいな。もしお前を部屋に置けたら、一日中モフモフしてるんだ。じゃあ、いただきまーす。やっぱマフマフはうまいよな。
あんまりにもうまかったもんだから全然気がつかなかった。腹ごしらえ完了。お前が食べ終わったらまた探しに行こうぜ。なんでもない、なんでもない。お前って本当うまそうだよな。大丈夫、弟分は食わないからさ。ロザリアもあのくらい高校者だったらよかったのにな。そこの酒場で話を聞いてくるからちょっとここで待ってて。大丈夫、ここは俺の縄張りだから、さっきみたいなやつはいないよ。少しの間だけだよ。ねえ、そこの君。おーい。そこの可愛いお嬢さん、幸せの花はいかがかな。
怪しいものじゃないよ。僕はただの花売り、カミルって言うんだ。君があんまりにも暗い顔をしているものだから、つい気になっちゃってね。今日は特別だよ。いわばこれはお近づきの印ってやつかな。あわよくば君がごひいきさんになってくれるといいなっていう下心つきの。いつもではないけど大体はね。夏は氷菓子を売ったりもしてるよ。アルジーさんと知り合い？彼には以前よく花を買ってもらっていたんだ。でも最近見かけなくて心配していたんだよ。もしかしてアルジーさんに何かあったのかな。僕には彼女の気持ちがわかるな。でも怒った彼の気持ちもわかる。人は経験していないことに関しては案外簡単に言えちゃったりするからね。想像と体感した人との間に差があるのは否めないよ。もしかしたら彼は良くしてもらった経験はあっても自分がした経験はないのかもしれない。こんなご時世だからさ、人が互いに思いやりを持って接するのは難しいし、特にする方は心に余裕がないとできないだろう。今はみんな自分が生きるのだけで精一杯で、多分余裕を持って生きてきた人の方が少ないんじゃないかな。まあ、彼も今日の終わりには違ったものが見えてくるよ。こうしておじいさんのために歩き回っている時点ですでにする側に立ってると思わないかい？やっと笑った。君には暗い顔より笑顔の方が似合ってるよ。辛い時には無理しないで。僕には聞くことくらいしかできないけど、いつだって相談に乗るからさ。おっと、君の彼氏が戻ってきたみたいだね。邪魔者は退散するとしようかな。また会えるといいね。お待たせ。ん？今誰かと一緒だった？お？まあ無事ならいっか。あ、そうそう、聞いてくれよ。いつも使ってる情報屋が点で役に立たなくてさ、しょうがないからウィズレイのところに行く。ああ見えて結構情報通なんだ。だからお前も知りたい情報があったらおっさんに聞くといいよ。陰剣メガネも知識はあるだろうけど、あいつに聞くくらいなら俺がどうにかする。行こうか。
今の時間だとこの辺に。わかった。あなたがそう言うならしばらくは様子を見るわ。ああ、頼んだぜ。いたいた。おい、おっさん。おっさん言うな。ってお前がわざわざ俺に会いに来たのか。そう、嬉しいだろ。どうかな、絶世の美女とかだったら嬉しかったかもしんねえけど、野郎じゃあな。だから今日はこいつも一緒だろ。おっ、美少女も大歓迎だぜ。どうだ、そろそろ街の全貌がつかめてきたことか。そうかそうか、いっぱい遊んで旧王都をもっと好きになれるといいな。七夜の旦那のところに行っただろう。ああ、行ったよ。はあ、後で泣きつかれんのは俺なんだからよ。もうちょっと慎重に行けや。だってあいつが吐かないのがいけないんじゃん。あて、そうそう、そのことを聞きに来たんだって。あ、実は今日さ。主さんがね。な、ひどい話だろ。ま、生きてるうちはそんなもんだろうな。はあ、生きてる今だから大切なんじゃん。俺の場合は全然状況が違えし、面倒を見てくれた奴はチンピラ崩れのすげえろくでなしだったけどよ、俺のことだけはいつも心配してた。でも生きてるうちはそれがうざったくて仕方なくてな。それで死んだ後になってやっと思ったんだ。ああ、生きてるうちにもっと感謝しておけばよかったってな。組織に拾われた後もふとした時に思い出しては後悔したり。ありきたりだが、人間なんて本当にそんなもんだ。失ってみないとそれがどのくらい大切だったかわからない、なんてのがほとんどなんだよ。所詮体験するまでは全て分かっているつもりだ。で、その首飾りってのはどういうやつなんだ。もしかしたら俺も知ってるかもしんねえから、ちょっと見せてみろよ。ああ、こんな感じのものらしいんだけど。どれどれ。なんか知ってんのか。ああ、チラッとしか見てねえから確かなことは言えねえが、これセラが持ってた気がすんな。はあ、あの陰険メガネ。ああ、多分な。でもあいつ俺には前に宝石、そんな無駄なものには興味ありませんねとか言ってたんだぜ。だから俺、やつが興味あったのは宝石としての価値より旧時代の遺物としてだろうな。あいつって昔の古臭いもんを集めるのが好きだったりするからさ。マジかよ、今日一日無駄したじゃん。俺に言うなよ。うわー、あいつやっぱムカつく。ナンバー2じゃなかったら速攻で殺してるのに。そう物騒なことを言いなさんな。ほら、おかげで今日はデートが楽しめただろ。そうだけどさ。
じゃあ機嫌直すから、そこの骨付き焼肉買ってくれよ。なんで俺がお前の機嫌を取らにゃならんのさ。え、なんとなく。嘘でも理由言えよ。いいじゃん、なあ買ってくれよ、買って買って。たく、しょうがねえやつだな。やった、おっさん大好き。おっさん言うなって言ってるだろうが、買ってやらねえぞ。嘘嘘、およ素敵なお兄様。ああこいつの分もな。当然だろ、育ち盛りの女には栄養が必要だからな。どうした、遠慮はいらねえからどんどん食えよ。なんだ、いらねえのか。おっさんは鈍感だな、もっとでっかいやつをくれって言ってるんだよ。ああそっか、よしならこれがいいだろう。たく、今日は陰険メガネのせいで余計な時間食った。ああルエル、セラは今いる？よし、行こうぜ。どうした？何言ってんだよ。元はといえば、あいつがアルジーの首飾りを持って行ったのが悪いんだから、気にする必要ないって。誰ですか？俺だよ、ちょっと話があるんだ。あなたのちょっとは当てにならないのでお断りします。あっそ、まあどの道入るけど。どうせ入るのなら許可はいらないのでは。それ以前に、私はあなたの直属の上司にあたるものなんですけどね。分かってますか？ノックしただけマシだろ。いやはや、こんな時間にあなたが訪ねてくるなんて珍しい。私の貴重な時間を策に値する、さぞかし嬉しい報告を持ってきてくれたのでしょうね。聞きたいことがあるって言ったの聞こえなかった？あはは、もう耳が遠くなっちゃったんだ。おい、持ってきたやつ出してやれば。彼女もいたのですか？嬉しいだろ。いいえ、全く。とりあえず入り口にずっと立っていられるのは迷惑です。時間の無駄ですから、早急にその何かを置いて立ち去ってください。俺は必要ないって言ったんだけど、俺の可愛い弟分がどうしてもお前のために紅茶を持っていきたいって言うからさ。いりません。聞こえませんでしたか？私は自分以外が入れた紅茶は飲まない主義なんです。信用の置けないものからのは特に。それにあなたが紅茶の入れ方を知っているとも思えませんしね。
救いようがないくらい本当に嫌なやつ。そこの窓から飛び降りて死ねばいいのに。ってさっき使用人が言ってたぜ。用件は済みましたか。私はあなたほど暇人ではないのでお引き取り願いたいのですが。まさか、誰が好き好んで茶を渡すためだけにお前に会いに来るかよ。俺はお前が持ってる首飾りを返してもらいに来たんだ。首飾り持ってんだろ。五色の真珠が連なった金の首飾り。五色の真珠。ああ、あれですか。ええ、持ってますよ。お前、それの期限が過ぎる前に質屋から持っていったろ。代行で取りに来た。つまり私から首飾りを買い戻しに来たと。そう、だから早く出せよ。嫌だと言ったらぶん殴ってでも取り戻す。やれやれ、いかにも野蛮人らしい答えですね。まあ、あなたが勝てるのならやってみては。へえ、言ってくれるじゃん。俺さ、一度本気でお前とやり合ってみたかったんだよな。幹部同士での決闘は本来禁じられているものなのですが、まあ、あなたがどれほど使えるのか、より詳しく知るいい機会かもしれませんね。どうしました？来るなら早く来なさい。それとも、おじけづきましたか？この打剣が。決めた。やっぱ殺す。な、何してんだよお前。どけって。なんでそいつをかばうんだよ。お前だってそいつに散々いじめられただろ。少しくらい痛い目に遭わせたって。持っていきなさい。これ以上居座られるのは仕事の邪魔で迷惑なんです。代金はいりませんから、さっさと持って出て行ってください。ちっ、陰剣メガネを殺し損ねた。私も残念ですよ。打剣を調教するいい機会でしたのに。この命拾いしたな。行くぞ。やれやれ、相変わらず無駄の多い坊やだ。だが最も無駄なのは、まったく不愉快な人形だ。さっきは怒鳴ったりして。許してくれるのか。それじゃあ、やっと首飾りも取り戻したことだし、主のところに戻ろうぜ。やったぜ。俺、アルジーの首飾りを取り戻して。アルジー、アルジー、アルジー。
なあ、主が息してない。どうしてだろう。嘘だろ。なあ、また冗談だって笑ってくれよ。主はいつもそうやって俺をからかうもんな。だって今年も一緒に花見しようって言ったよな。5月には月見して8月には海に行くんだろ。こんなところでくたばってたら俺一人で行かなくちゃいけないじゃん。なあ起きてくれよ、主！首飾り持ってきたんだ。褒めてくれよ。これ老へ。いつ私の火が消えるかわからないから。いつ私の火が消えるかわからないから、これを記しておこうと思う。ノー、無茶なお願いをしてしまって悪かったね。けれどたとえ無茶でも、君はあの首飾りを見つけ出してくれているだろう。君は一度約束したことは何が何でも守る男の子だからね。いや、もう男と言うべきかな。あの出会った日から考えても君は随分と大きくなった。できれば君がもっと大きくなるのをこの目で見たかったけれど、約束した海にも花見にも行けずすまなかったね。まあこんなジジイよりも可愛い彼女と一緒の方が楽しいだろうから、心配はしていないがね。なんだよ、勝手なことばっか。それからロザリアを悪く思わないでおくれ。あの子はただ疲れてしまっただけなんだ。本当は誰よりも親思いで優しい子なんだよ。もし今あの子が私を疎んじているとしても、それでいいんだ。あの子がそばにいてくれたから、私はここまで生に執着することができた。赤ん坊の時は立ち上がる姿が見たい。立ち上がったらお父さんと呼んでほしくて、呼んでもらったら今度はもっともっと話したくなって、そうしてたくさんの喜びをもらってきた。ロウ、泣かないでおくれ。どうか笑って見送ってほしい。私は最後の最後で君という無二の友ができた。死ぬまで娘の顔を見て過ごせた。64年、決して楽しいことばかりではなかったけれど、それはとてもとても幸せな一生だったんだよ。ロウ、私は幸せな一生を生きたんだ。主、ロザリア、これ多分主からの遺言だと思う。俺のはもう読ませてもらったから。遺言？you
ごめんなさい。ごめんなさい。お父さん。お父さん。失う時にならないと本当の価値がわからないのかしら。お父さんと過ごした日々をあんなにも幸せに思っていたのに、看護に疲れていつの間にか煩わしく思うようになっていたの。私、優しく頭を撫でてくれるお父さんの手が好きだったわ。おんぶしてくれた広い背中が大好きだったの。みんなこんなに大好きだったのに、もうありがとうも言えないのね。それでも主は幸せだったんだと思う。主の顔を見ればわかるよ。嘘偽りなんて少しもないんだって。ロウ君。なあロザリア、明日の葬式は主らしい賑やかで楽しい葬式にしてやろうぜ。主はきっとその方が喜ぶよ。みんなの幸せな笑顔が大好きだったから。うん、だよな、主。明日はちゃんと笑うよ。だから今だけは許してくれるよな。家族って何なんだろうな。今日の主たちを見ててさ、やっぱ想像だけじゃ理解できない部分もあるんだなって。俺さ、血のつながった家族っていうのがどういうもんか知らないんだ。物心つく前に親に売られて奴隷みたいな生活してたから、今から8年くらい前だったかな。そんな生活が嫌になって逃げ出して、その時にまだ幹部だったギルに拾われたんだ。だから俺の家族はリクス家のみんななんだ。それを不満に感じたことはないけど、親父ってやつがいたらあんな感じだったのかなと思う。お前の親父さんはどんな人だった？組織に入ったばっかりの頃は結構へこむ時が多くてさ、それにお前は女だろ？男の俺と違ってもっと不安になってるんじゃないかと思って。
もうここにある心しかいらない。俺に愛され、呪われ、縛られ、息絶えるまで傍らにあり続けろ。